皆さん、こんにちは。ディズニーだのムーです。先日、ウォルト・ディズニー・ワールドのエンターテイナーの方々が解雇になったというニュースをですね、ニュースが発表になりました。ライオン・キングのショーと、あと、ニモのミュージカルのショーと、あと、フープリードゥだったかな？とかの、ウォルト・ディズニー・ワールドでたくさんの素晴らしいショーに出演していたエンターテイナーの方々が解雇されるってことは、当分はまたすぐやる目処が立ってないっていうことじゃないですか。なので、そんな事態なのかというふうにね、あまりちょっと言葉にできない難しい気持ちなんですけれども、コロナのせいでいろいろ変わってしまって、もちろん海外だけじゃなくて、東京のパークでもこの前結構話題になってたのが、やっぱりエンターテイナーの方が退職にすなるのか、すごい安いお給料でそのまま同じことを働くのか、それともパークの中で違う役をするのかみたいな選択があってっていうのを聞いたんですけど、まあそれも確かニュースになってましたよね。エンターテイナー界がかなり深刻な事態になってるんだなっていうのを、そのニュースを聞いて改めて実感しましたし、やっぱりその私たちの心の支えはそのエンターテインメントというか、まあ、もちろんディズニーの好きな方だったらみんなそうだと思うんですけど、ショーやパレードを見てなんかリラックスしたりとか、こう気分転換したりとかしていたので、なんかそのね、心の拠り所というか支えがなくなった。まあなくなってはないんですけど、こう、やっぱり今まで通りこうできない状況っていうのはすごく辛いのところがあるかなっていうふうに思います。インスタグラムでもすごくその解雇になってしまった人とかも声を上げていて、その思いも見て、すごい悲しくて苦しい思いになったのと、一つあることを思い出したので、これを機にちょっと今まで若干濁してきたことを、この場を借りて皆さんに、なぜ私がディズニートになったかっていうお話をさせていただければなっていうふうに思います。随分前にインスタグラムでは私は自分のことを正直にお伝えしたので、もう知ってる方もいるかもしれないんですけれども、実を言うと、ちょうど去年の8月からですね、アメリカのウォルト・ディズニー・ワールドの中で、CR プログラムというプログラムに参加してまして、そこでこうエプコットっていうところに日本館があるんですけど、その日本館の中で働くキャストとして去年はお仕事をさせていただいてたんですね。で、やっぱりCR プログラムというのはインターネットで調べていただくと出てくると思うんですけれども、カルチュラルリプレゼンティブって言って、日本文化をこうエプコットという舞台で、こう海外から世界中から来る人たちに向けてこう日本をお伝えしていくという係のお仕事なんですけど、実はそうだったんです。すごく大好きな仕事で。というのも、いつか絶対ウォルト・ディズニー・ワールドで働きたいってずっと思ってたので、去年の春ぐらいに最終面接の合格通知をもらった時は、震えるぐらい舞い上がったのを今でも覚えています。フロリダで働いてパフォーマンスをしたいっていう気持ちが強かったので、ね、夢が叶った時は喜びはひとしおでした。で、まあ、向こうに行くと、もちろん慣れない英語での接客だとか、いろいろこう新しい環境で共同生活とかあるんですけど、でもとにかく楽しいの。もう本当に楽しかったです。なんだろうな、やっぱりディズニーがすごい好きだから、キャストメンバーはディズニー行き放題なんですね。行きたい放題なんですよ。プラス、そのハウジングって言ってディズニーがお家を貸してくれるんですけど、その、まあもちろんお金払いますよ。なんですけど、そのハウジング自体のパーティーがあって、もうキャラクター来るんですよね、お家に。夢じゃないですか？ということもあり、すごいエンジョイしてたんですよね。一日一日を惜しんで、1分1秒大切に生きてたんです。なので、すごい充実した毎日を過ごしていたんですけど、海外のディズニーは基本的にこうキャストが自分がキャストであることをオープンにするのは OK なんですよね。向こうでは SNS やこういうもので発表することは NG ではないんです。日本は確かダメなんですよね。らしいんですけど、海外では OK なので、まあ、今回それでお話をしようかなというふうに思ったんですけど、っていうのももう完全に終わってしまったことなので、3月の16日かなに、とりあえず2週間4月までクローズしますというふうに、いきなり連絡がね、来たんですよ。まあ、2週間お休みで、まあ、とりあえず待機して、そしたら開くんじゃないかなっていうふうに最初は思ってたんですよね。
まだフロリダにそんなに感染者がいなかったので、じゃあ2週間後ねみたいな感じで、最後のシフトを行きましたし、そのシフトが終わった後、マジックキングダムに行って、ハピリエバーアフターを、とりあえず今日でクローズだから見とこうか、出て友達とビューンって、もうダッシュでね、まあ、走ってないですよ。終わってすぐに行って、ああ、楽しかったねーって見てたんですよ。あれがまさかね、最後のハピリエバーアフターになるとは思いませんでした。はい。というのも、その2週間クローズということで話を聞いていたんですけど、結局その後も、やっぱり状況は悪化する一方だったので、まだいつ再開できるか分かりません分かりませんっていうのが続いて、だんだんこっちもね、なんか不安だし心配だしストレスが溜まってきてたんですよね。なんでこうなっちゃったんだろう、まあ、でもその時はまだなんとかなるよねとか、友達とね、同じ部屋にいる友達とご飯を作ったりとかして過ごしてたんですけど、まあ、ついに運命の日が来るんですよね。4月の初めぐらいだったかなに、カルチャルリプレゼンティブの解雇が決まりまして、もう仕事できません、日本に帰ってくださいというふうにですね、会社から言われてしまいまして、もうなんか最初は私ちょっと起きるの遅くて、やっぱり見てこう見て、ね、メールを受け取った同僚たちから、まず最初には大丈夫みたいな、私がディズニー好きっていうのはもう本当みんな知ってたので、精神病んでないかと思って、大丈夫みたいな、泣いてない、生きてるみたいな感じで、生存確認のメールが見て、え、何事って思ってメールを見たら、日本に帰ってくださいというふうなメールが来てて、えみたいな。なんか最初笑いちゃって、嘘でしょみたいな。え、マジで言ってんのぐらいの感じで、もう驚きだったんですけど、まあ、だんだんね、実感が湧いてきて、え、本当に帰るのになって、なんか、なんだろう、いきなり、すべてがガサ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 って、崩れ落ちるような感覚ですかね。で、何をしてたかというと、まず携帯でレジェンドオブミシカ第6章のシーオブドリームのまた会おうねを、あ、ミッキーが言うんですよ、そういうセリフがあって、また会おうねって最後に言って、チャーンチャーンチャーンってはけていくんですけど、あれを見て号泣するっていうのをまずやるんですよね。感傷に浸っちゃうタイプね。はい、とか、それは置いていて、まあ、とにかくすごく絶望があって、なんかもううん、どうしたらいいか分かんない。まあ、ね、本当はみんなで揃って卒業する予定だったんですけど、ちょっと早めにその友達たちと別れて、そのままこう、飛行機で帰ってきたんですよね。で、もちろん、こう、日本に帰ってきても結局2週間の、隔離期間があって、もっともっと不安になって、なんか人生終わったのっていうぐらい、うん、悲しいことだったんですけど、なんか、まあ、とにかく自分の、気持ちを立て直すしかないなっていうのはある、分かってはいるんですよ、頭で。だけども、どうしても自分の中で切り替えができない。やっぱ悔しいんですよね。大好きな仲間とバラバラになって、うん、もう本当になんか悲しみに暮れる毎日を過ごしていました、実は。できて、うん、まあ、あれは夢だったのかなっていうふうに今でも思ってますけど、そこで、ニートになってしまったんですよね。それの後にこう帰ってきて、本当にもう魂が抜けた、なんか抜け殻のように毎日ぼーっと過ごす日々で、すごく厳しい時期だったんです。で、まあそしたら仲いい友達、まあなんかその時ズームのみみたいなのが流行ってたので、その時になんか友達が YouTube やってみればみたいな感じの軽い一言で、確かに暇だし、なんか YouTube に動画を上げれば YouTuber じゃんってことは、 YouTuber っていう肩書きがもらえるじゃんっていう甘い考えで、じゃあ YouTube 始めてみますということでですね、せっかくね、フロリダのディズニーでたくさん遊んで、いろんな写真も動画も撮って、いっぱいいろんな情報を持ってるわけですし、それを何か活かしてね、皆さんにお伝えすることができればなということで、ディズニーとムーチャンネルを始めました。はい、これがディズニーとムーチャンネルが始めたきっかけだったんですね。はい、やっぱ続けていたら、このようにたくさんの方に見ていただいて、チャンネル登録もしていただいて、なんかこの度チャンネル登録者数1000人を突破することができました。もう本当皆さんのおかげです。いつも見てくださってありがとうございます。このなんだろうな、何も動けなかった半年間が、私の人生の中で無駄になるんじゃないかっていう風に勝手に思っていて、チャンネルとして確立させて、あ、この半年間無駄じゃなかったなっていう風に思いたいなと思ったので、それまでちょっとがむしゃらに頑張りました。皆さん本当にいつもありがとうございます。見てくださって、ようやく1000人突破できて本当に嬉しいです。はい、
まあ気持ちはね、その中でも波もいろいろありましたけど、今はなんとか皆さんのおかげで新たな一歩を踏み出してこれたんではないかなっていうふうに思っているので、改めてストーリーを紹介させていただきましたっていうこともあったので、今回のニュースはですね、すごい辛かったです。出演者の方々がどういう思いでオーディションを受けて、毎日ゲストに幸せな空間を提供している人たちの強い思いとかも知っていたので、やっぱりなんか聞いた時は辛かったですね。もうちょっと前に同じようなことがあったので、なおさらなんかやりきれない思いと、あ、もっとやりたかったのにって気持ちはやっぱり同じなので、すごく痛いぐらい分かりましたので、やっぱり、ね、今はもう仕方がないことではあるんですけど、いつか、ね、元には戻らないってよく言われてますけど、元に戻らないかもしれないけど、限りなく近い状態にはまでは持っていけるかもしれないじゃないですか。また同じショーや同じエンターテインメントが戻ってこれば、戻ってくる日が来たらいいのかなっていうふうに思います。強く願ってます。ウォルトディズニーは、もう逆境の時こそこうね、諦めずにディズニーランド作ってたりしたじゃないですか。厳しい状況の中でそれに立ち向かっていくのって、やっぱりウォルトがそういう姿を見せてくれたんだなっていうふうに思うんですよね。なので、なんかこういう時こそ信じる心を忘れずに、じゃないですけど、もう本当に、あ、みんなの、ね、あ、もう無理だ、これもうしょうがないじゃん、もう一生やんないくない、戻らないよねで終わっちゃったら本当に終わっちゃうと思うので、なんか私は周りが何と言おうと信じているので、なんかこれからもなんか暗いことばっか考えずに、そのいつかの未来がいつでも来ていいように準備ができていればなっていうふうに思います。なので皆さん、信じる心だけは忘れないでください。まあそのね、向こうので行った時 の集めた情報まだまだたくさんあるので、これからもあのディズニーとのムーチャンネルで皆さんにご趣味楽しくご紹介できたらいいなというふうに思いますので、ぜひ今後ともディズニーとのムーチャンネルをよろしくお願いします。ちなみに今日着てるスピーチなんですけど、じゃーん、あら、見えます？じゃん、キャストメンバーって書かれてるんです。というわけで、またいつかね、ウォルトディズニーワールドのキャスト生活じゃないですけど、なんか向こうであったパーティーとか、なんかいろいろ楽しい行事とかたくさんあったので、そのことについてもぜひ皆さんにお伝えできればなぁなんて思っておりますので、ぜひ今後とも動画のチェックをお願いします。Most Magical Place on Earth って書いてあるんですけど、本当にその通りだと思います。働いてみてもなお、やっぱりあの場所は本当に夢にあふれた場所だったなっていう風に思います。もう今はもう旅行者としてでもいいから早く行きたいです。戻りたい。やっぱり私だけじゃなくて、志仲間に帰ってきてしまった仲間たちもたくさんいますし、いろんな方がいろんな思いをしていると思います。本当になんか誰のせいにもできない悔しさがありますよね。悔しいですけど、なんかきっと何かこのタイミングで帰ってきたには何か意味があるんだろうなっていうふうに思っているので、その意味を探しにこれからも私の冒険を続けていきたいと思います。ね、シンデレラみたいになんか逆境に立ち向かうような勇気を彼女から学んで、明日も頑張りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。以上、なんか知んないけど急にカミングアウトしちゃった回でした。最後まで見てくださった方どうもありがとうございます。今後も皆さんからいろんな意見とかをもらって成長していけたらいいなと思いますので、ぜひまたコメント欄で意見などもお聞かせください。はい、なかなかと話して申し訳なかったです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。次回の動画もそろそろクリスマスのシーズンがやってくると思うので、クリスマスのパークの情報をお伝えできればなと思います。お友達がたくさんウォルトディズニーワールドにいるので、近辺にいるので、ウォルトディズニーワールドのクリスマス情報も今ちょっと取材してきてもらっているところなので、それもぜひ楽しみにしていてください。それじゃあ、またねー。